どうも今日は大晦日だ。こんな大晦日の日になんてもん作らせてんのよ。まあ今日でね、今年も終わりということで、今年最後のマリオメーカー2の動画になるんですけど、なんら変わりないね。ここ1年を振り返るとたくさんのことがありました。その中でも一番インパクトが強いのはやっぱりチャンネル登録者数が10万人に突破したことですね。あともう一つ、僕と僕の視聴者さんが頭おかしくなりました。はいどうもピヨキューです。今日も登録コースと一発マリオやっていきますか。で、今年最後の登録コース、ザ・サイン・オブ・ア・トロールということで、その印は騙しということでしょうか。罠だね。タイトルから心理戦に入ってるよこのコース。なんで裏を書いて、このコースに記されてる全てのものを信用してこのコースを攻略していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.14%。 いやー、今年最後のトロールコースが始まってしまったね。大晦日みんな何する？もう年越しそばとか食べた方いるんかな。僕昨日食べて今日も食べる予定なんだけど。あっ、開幕バレー。でさあみんな、年越しそばの由来って知ってる？今年1年の厄災を断ち切るっていう意味らしいんだけど、って思ったんだよね。今年2杯食べてるわけじゃん僕、年越しそばを。だからめちゃめちゃ断ち切れるんじゃないかなって思うんですよね、厄災を。だからこのトロールコースも。はいどうもこんにちは。じゃねえんだよ、厄災が速攻来てんじゃねえか。いやでもまだ年越しそば効果あるよ。ほらほら、年越しそば効果でバネがちゃんと助けてくれてるね。次は次も来るのかい？いやもう来なくていいって、頼むクリボ、僕は早くやってよ。これ何回来るんだろう。いや絶対僕あのクリボを倒すよ。こりゃ見たか、この厄災が亡霊に立てつくた。さあ厄介払いも終わったし、そろそろ本気で行こうじゃない。やばいね、今日バネめっちゃ多いね。ということはさ、もし死に耐久があったらバネを使った何かかもしれないね。いやすげえ期待してるんだけど。そしてここキノコを持ってこいって書いてるけど、え、最初キノコを取ってくる場所なかったよね。絶対このどっかに降ってくるんだよ。バネじゃねえんだよ降ってくるのは。え、じゃあ最初の場面なんかあったんかな。この上がすげえ怪しいんだけど、この上なんかある。うわ、なんもないね。左は？左もないよ。隠しブロックかな。いやそんなことしないと思うんだけどね、トロールコースで隠しブロックでアイテム出すとか。この下かな。一旦ドアの下行ってみるね。あ、なんか行ったね。あー、ここに行ったら隠しブロックが出てくるっていうわけか。そして記録を手に入れてこの先に進めと。そして左はブラパだったね。じゃあ真ん中だ、それで正解だろ。いや全然、今ので僕の体が温まったぐらいだね、火によって。そしてここはコインだけか。で、次、いや、左はまずい。絶対あっちゃ戻れなくなってくる。うわ、どうしよう。でもすげえ気になる。何か出るんだろう。いや、一体行こうかも。始めたばっかだし。何が出る？ファイティングディボーン。いや、照れるね。ピオキングさん、わざわざ左のハテナブロック叩いてくれてありがとう、みたいな。いや、そんなコメントしなくていいから。わかってるから。そういうことし、あっ、あっ。いや違うんだって。ここさ、いろんなところにバネが降ってくるから何が起きるか全然予想つかないね。ほらね、ブラパもこっち来たでしょ。で、右に行けばあそこ爆発するみたいな。やっぱりね、ボム兵がいると思ったよ。そしてここ右に行っていいのか、下に行く、どっち行こうか。うわ、下すげえ気になる。リキアップ、あなたを信用するぞ。この緑が、いやガチでワンチャンいけると思ってた。この下絶対土管があると思った。そしてここは矢印下って書いてあるけど、ここ土管があるんじゃないの。危ないのか。右の工房の中が怪しい。でもコース名さ、印は罠だって書いてたけど、それが罠だと僕は思う。なんでこれが正解だよきっと。見てて、いや絶対あると思ってた。そして土管、ほらほら熱い。え、本当に合ってんじゃない。そして右の砲台をこのボム兵によって壊せば先に進めるみたいな。いやマジで来たよこれ。やるじゃん。正解と見せかけて正解じゃないパターンね。そしてここはオンオフすることが正解なのか、どっちなんだ。右のオンを使用してみようか。頼む、2分の1あってくれ。なぜいつもこうなんだ。そんで僕思うんだけどさ、左のオンオフも違ったら面白くない。ここのオンオフ頼む、こっちのオンが正解で、あ、足場があるんだね。そしてこっからどうするの、もう一回オンすればいいみたいな。どういうこと。え、鍵は、全然鍵が手に入んないんだけど。もう一回オンオンして、あー、これで鍵が手に入るのね。そしてあのドアに入っていけっていう感じでしょ。さあ入っていきますか。そろそろ中間ポイント、この赤木乳業が。僕実は赤木乳業より竹下製菓派なんだよね。いや派閥とかないんだけど別に。
竹下製菓のブラックモンブランって知ってる？あれ確か九州しかないのかな、全国じゃなかったような気がするんだけど、あれめちゃめちゃうまいよね。なんださっきと違うやんか、ちょっと待ってて、間違えた。冬になってもさ、アイスってうまいよね。こたつで食べるアイスとかマジで最高だと思わない？ちょっと待ってね、こいつよけるのが地味に難しいんだよね。さあ鍵を手に入れてこのドアに入れば中間ポイントゲットっていう感じでしょ。さっきいたかお前は、石親父。さあ無事中間ポイントが取れました。僕ねアイスで最強はさ、あの赤いパッケージの板チョコだと思うんだけど、ここ30コインの方信用していいのか、頼む30コイン。なんとなくこんなことだと思ってた。まあまあ中間ポイント取ってるからね、そんな日もぬるいさ。これさ上めっちゃ怪しくない？絶対中間ポイント戻しでしょ。だからどっかの穴落ちた時は右を進化しようか。そしたらこの中間ポイント戻し回避できるんじゃないかな。さあ右下に行って、あのまた穴開くんじゃないかな。いやまだいける、まだいけるよ。まだフューチャリング魚だ。花と魚とか夢のコラボ共演じゃねえか。じゃあここ一番右行ってみる。一番右でなんかピンポン鳴ったもんね。そっから上にジャンプして、やっぱなんか出てくると思った。この壊れるブロックのところ絶対石味が出てくると思ってた方がいいよ。でここあるんじゃないのか、土管がないね。じゃあこのまま土管に行っていいの？上は何もないしね。じゃあ土管の方に入っていこうか。これさ印やっぱ信用したらダメなんだよきっと。だからこのドアもダメだと思うきっと。だから入っていこう。めっちゃ怪しいもん。やだ、やめてくれ。さっきと違うパターン来てくれ。これまた落とされるパターンなんじゃないの？なあ頼むって。いやあのオグタルちゃんと俺は神々よ参上。最近神々よ参上にハマってるかもしれない。噛むことがね最近多くなってきて。じゃあここは一気アップ、一気アップ。一番上どうせ金魚でしょ、分かってんだ。羽の生えたエンジェルフィッシュだ。分かってる分かってる。そしてこの上は何もないね。うわどっち行こう。あと2、あ真ん中は無理だね。っていうことは右の扉しかないのか。そしてここは P スイッチは叩けない隠しブロックがある。それは分かってる分かってんだ。早く姿を現せ。何もないのか。ということはここはジャンプしていい。そしてオンオフで、こっちに隠しブロックがある。分かってんだよそんなことは。さあここで P スイッチを叩いて先に行きましょう。何やってんの。今隠しブロックあってじゃんか。え、なになにここ。いやこっち正解実は。もう一回戻されてやり直し聞くパターンかな。あ、聞くパターンだ。いやもう一回やり直し聞くよ。でこのまま右に行けば、いや優しい親切設計だね。そしてオンオフをして、もう一回 P スイッチを押して、次あのブロックに当たらんように行こう。なんでさっき当たったんだろうね。そして次はオンオフしていく。一旦オンオフしていくのが正解だと僕は思います。いや合ってんじゃない。よしよしよし、うますぎる。今回めっちゃ調子いいね。そしてここはファイヤーも取らずに先に行く。いや取っておこうか。なんかあれ取れそうだもんね。ほらほら、いやまだ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 いいよ、まだ全然いいよ、まだ間に合うよ。頼むこの下が正解であってて。何か見つけたぞ。左下罠っていう可能性もあるんだよな。この右もすごい怪しいね。こっち行ってみる一旦。なんだそれ。まあまあ右の扉すぐ罠に引っかかってよかったね。左下の方がすごい怪しかった。まあ大体それは読んでたんだけど、右何があるかなって気になるじゃん。だから今のはねサービスショットみたいなもんだよ。そしてここ隠しブロックあるんだろ。分かってんだ。じゃあ引っかかって。右さパウブロックが P スイッチに変わったんだよね。あれなんか意味あんのかな。じゃあここは左の方隠しブロックないから、こっからジャンプしていこうか。そしてこの P スイッチを踏んでみる。踏む以外ないもんね。そしてあ、そしてこのパウブロックを投げて先に進めっていう感じが。これ潰されない、大丈夫。そして右の四角のブロック、あそこも隠しブロックありそうだな。いやないのか。いやあってほしいよね。ありそうでないっていうのがめちゃめちゃもどかしい。そしてこのカキ棒は持っていく。絶対これカキ棒いるよ。後でどこでいるんだ、どこで投げるカキ棒よ。ここか、一旦ここで投げておくか。そろそろ行き返りそうだもんね。いや一旦ここに置いておいて P スイッチ踏むでしょ。でカキ棒すり抜けた。それさ僕めちゃめちゃ気になってることがあって、ここ上にさなんか投げろってマークない？これさカキ棒投げるんじゃないの。いや絶対そうだと思うよ。そしてうわ
いい加減にせんか。いやマジでみんなごめん。でももう分かっちゃった。ここに隠しブロックがあるってことは絶対鍵棒を左にやるんだよ。そしてあの土管に入れるようになるみたいな。え、そうなんじゃないの、キノコ。あ、やっぱそうだよね。もういいってそのくだり。いや、そうなってくるとよ、実況者としていけない恋心が芽生え始めてくるわけですよ。右のブラパのところ一体何があるのかとめちゃめちゃ気になってくるね。次もしやられたら行ってみる。いや、すげえ気になる。あのブラパの土管実は入れないとかそんなんなんかな。そして次はキノコを取って右側に行けっていう感じだね。そうしないといけない。いや、ミンク君、キノコキノコ、この先さ中間戻しっていう可能性ありそうじゃない。もしそうだったら右を失敗して回避するわ。あのブラパを避けて土管に入る。あ、入れたね。マジで中間戻し。中間ポイント用意しとけ。ちょっと期待したよ。右下のキノコを取ったらいけないっていうのは分かった。そして P スイッチを踏んで、あ、ここに降ってくるキノコを取ればいいんじゃない。この下絶対ダメでしょ。ほらほらほら、だからこのキノコを取って右に行けばもうゴールできるんじゃない。さあもうゴールが近づいてきたね。ここでキノコを取る。そしてこのパワーブロックは持ってっていいのかな。一旦持っていく。パワーブロックを持って右にする。で、一歩通行のバーがあるのか。いや、いかねえよそんなところに。やなあ、古いんだよそんな罠。そしてこの扉に入れば右上の扉に出る。違うの、違うの、この扉。やったあぶねえ、あのちくわブロック降りたら中間ポイント戻しだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ2022年ラストのコースはこの一発マリオ世界一強い THX ということで、まあいつも意味わかんないことを言ってる僕ですけど、最後ぐらい真面目な話をさせてください。この2022年マリオメーカー2の実況でたくさんのものを皆さんからいただきました。嬉しいこともあったり、辛いこともあったり、悲しい時もあったり、腹が立つことだってありました。だけどそんな感情でさえも持たせてくれた全てのみんな、本当にありがとう。最近僕の動画を見始めてくれた方もいるし、何年も前から僕の動画を見てくれてる方も本当にありがとう。アンチ的なことで腹が立つようなコメントも、悲しい気持ちにさせるようなコメントも、僕の動画を少しでも見てくれてありがとう。そんなありがとうという気持ちを文字にして、この画面に映っているこのコースこそが最後にふさわしいコースなんじゃないかなと、このコースを選びました。ということで今年最後の、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.35%。 いやー、都合よくいいコースがあったもんだよ。たまたま THX っていうコースがあったから、これは絶対最後にしようと思って。そして10秒でコインを13枚以上取ってからゴール。え、どう、あー、なるほどね、このオープンの中にも隠されてんのね。いや、今ので6枚か。これは難しそうだね。叩ける場所を速攻で叩いていけっていう感じでしょ。ここも2枚抜きは必須だね。そしてここも早めにヒップドロップからの、この3つ3枚早くを取る。そして1、2、3。これめちゃめちゃ時間厳しいって。まあまあ叩く場所は分かった。ただどうやって速くするかなんだよな。このヒップドロップしてコインを出す時があるじゃん。これあんまりジャンプしない方がいいね。そしてこの THX の X の部分、ここも最後がいいんじゃない。最初の T もここヒップドロップで2枚抜きしようか。そっちの方が早いかもしんないね。そしてここはすぐヒップドロップ。そしてこの X は一番最後、それがいいよきっと。1、2、3、13枚取ってんじゃねえか。プレ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 。ふざけるな、もうちゃんとやる。もう自分で揃っちゃってる。もうどうしようもなくなった時のパーンっていうやつ、僕自分で結構好きかもしんない。うわ、最後の1枚マジでむずっけ。いかにヒップドロップを早くするかだね。そうしないと絶対10秒以内に間に合わないよ。だからここ最小限のジャンプでしないとヒップドロップ間に合わないみたいな。これめっちゃ速いんじゃない。頼む、最速まで取れてるんじゃないこれ。いや、相当速いよ。頼む、2022年ラストは最速で決めたいね。いや、気持ちいい終わり方で演技がいいね。ということでこの2022年、皆さん本当にありがとうございました。風邪ひかないように、コロナにもかからないようにね。それじゃあ良いお年を。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。